今日はオムライスを作っていきます。材料が玉ねぎ2分の1とハム、今日はチューリップのランチョンミート使ってます。でご飯がだいたい180〜200g、ちょっと多いめですね、ちょっと大きめのオムライスです。でケチャップはハインツのトマトケチャップ、カゴメとかデルモンテ、いろいろお好みのものを使ってください。ハインツは少し僕は甘めかなと思ってます。あと胡椒と塩で、あとソースに日本酒と白ワインと胡椒入れたものを使っていきます。それまた後で紹介しますので、とりあえずこれで始めます。あとオムライスソース用に白ワイン、日本酒、醤油ですね、こちらを使っていきます。作っていきます。まずバターとオリーブオイル少し入れてください。で家庭用のコンロで一番強い強火にしてください。家庭用だから家庭用のコンロと同じぐらいで、真ん中の小さいの火の1個だけで今日は取っていこうかな。でフライパン温まったら玉ねぎとハム、もうこの時一気にご飯も一緒に入れてください。ご飯は温かいもの、冷たいのだとほぐれにくくて炒めるのにも時間がかかります。もしハムじゃなくて鶏肉でするにしても、小さく切れば同じ時間に入れてもちょうど長いこと炒めれば、よく焼いていく方が美味しいので、でも鶏肉の場合大きくしちゃうと先に炒めた方がいいです。鶏肉の食感が欲しい人は大きく切って先に炒めて別炒めしておいてください。でこれ鍋振って混ぜていくんですけど、これを混ぜていくから、もう混ざるとそんなに炒めなくて、これで平らに伸ばして焼いていってください。平らに広げていきます。これでご飯と玉ねぎをよく焼きます。その方が美味しいんです。混ぜるだけでは炒める意味がない。でまたひっくり返して焼けてない面を焼いていきます。で広げて、もう材料はね混ざっちゃえばあとは焼いていく。でご飯とかがよく焼けてる方はケチャップの色もきれいに出ます。味も香ばしさが出て美味しいんです。で鍋を広く全体的に広げて焼いていく方が時間も短縮でよく焼けます。お好み焼きみたいに平らに広げてください。ちょっと焦げがつくぐらいに焼いて、である程度こう焼けてきたら塩で胡椒、ここは混ぜてください。もうご飯もよく焼けてます。ご飯がよく焼けてます。じゃあケチャップ大体の量これぐらいかな。
回してってます。ケチャップもちょっと焼いていく感じ、ケチャップも焼けた香ばしさも出していく感じで、綺麗に色がついてます。で、最後に日本酒と白ワインと醤油を入れたソースをちょっとシャーッとかけて香りを出します。次は卵をですね、巻いていきます。卵今日は2個で、ちょっと塩入れると卵がほぐれやすいです。でも泡立てないですぐ白身が切れます。塩で、これにも少しバター少し火をつけて、で、これもオリーブオイル少し、で、テフロン加工のこういった小さめのフライパンで卵を入れていきます。今日は2個ですけども、ふわふわの卵とかだったら3個とかでもいいし、昔風のだったら1個で薄い卵巻きでもいい。ここはまあ同じ焼き方でできますので、見てください。で、卵入れます。お手風呂なんで早いうちに入れても大丈夫で、卵大体この縁から焼けてくるので、この縁を中に入れていく感じに、中に入れていく感じで、ちょっとよく巻きまして、真ん中ちょっと分厚くして、真ん中を卵が厚いとした方が食べたと思います。もう火切ってください、このぐらいの状態で。で、ご飯を真ん中にこんもり乗せていきます。ここはもうちょっと時間急いだ方がいいですね。卵固くなっちゃうとこういう風に折り曲がらなくなるので、で、反対側の壁に片っぽに寄せると卵出てきた、これを熱かったらこういうヘラで出てきた卵を押さえる。で、今度はまた反対側に乗せて、お皿と、また少しオリーブオイル。卵は周りから焼けてくるので、焼けた周りを中に入れていきたいです。で、もう火が入ってきたら火を移していきます。で、真ん中が、もうこれぐらいで火を止めてください。で、これは真ん中にご飯乗せます。で、鍋のカーテンを使って一回右側に出して、それじゃあこの縁が上がってきたのをこっちに押さえてください。これで逆サイドの壁がもうできてます。で、今度は反対サイドの壁もこっちの壁に当てるだけで下打つと、こっちの反対サイドの壁を利用して、これでオムライスの側面ができてますので、あとはもうこれで置いていくだけです。できます。感じでできました。オムライス壁は鍋の両縁に入れて当てて、右左にスライドをすればできるだけ何も難しいことはないんです。で、あと材料が玉ねぎとハムだけで今回やりましたが、もちろんピーマンとかマッシュルーム、あとグリーンピースとか好きなものを入れていただいても結構です。でも、これでも十分美味しいオムライスができてます。じゃんじゃーん。はい、では
モッティが食べます。オムライス10食。